はい、皆さん、こんにちは。手紙が来ました。これは日本ハウジング株式会社ですね。私も株主ということで、手紙が来てますね。株を管理しているのが三菱 UFJ 信託銀行ということですね。はい、から、通知が来てまして、第2四半期、中間配当金のですね、通知が来てます。はい、1株につき38円。去年確かね、36なので2円増だと思いますね。で、IR をですね、インターネットでね、11日だったかな、あったんで見たんですけど、減収減益です。はい。で、通期も、通期予想も減収減益だったので、配当金が減るんじゃないかな、減配するんじゃないかなと思っていたんですが、一応、増配、若干の増配ですね。はい。で、現在の株価がそうですね、3500円、3600円ぐらいかな。一番いい時で4000円だったんでね、1%の中間配当ということですね。1%強ですね。はい。だから年間で2%、2.5%ぐらいなのかな。2.5いかないか。はい。だからあんまりいい配当ではないかなと思いますが、株価がね、そんなに大きく下がらなかったのと、それと、そうですね、IR のですね、発表を見ると、工事が下がってますね。はい。本業のマンション管理業は、その下がっていない。ね。工事高が下がっているので、これは回復すると思います。これは多分業界全体がですね、建設業界全体が下がってますんで、これはしょうがないと思う。ね。これはね、いつか自然に回復して元通りか、今回減った分がですね、どこかで増額してくると思うので、それはね、今は減ってるけど、将来ね、伸びるであろうというふうに判断できます。はい。この会社が例えばね、失敗して何か大きな失敗、それから、その新型ウイルス対策の対応に出遅れてるとか、そういうことはね、なさそうなので、その辺は安心していいのかなと。逆に今が買いなんじゃないかなという、気がします。ただね、株式投資の場合は自己責任でやらなきゃいけないので、この先下がるかもしれませんしね。ただ、今回の IR の発表とか、増配の傾向からすると安心していいのかなというふうに、私は理解しています。はい。では、今日はね、持ち株の会社からね、手紙が来たということの報告で、しかも増配ということでいいものが届きました。では以上です。